満州元漢文で、ヤハン半ジュヨよそイ、アニアイはイルハ、戦闘年作りと記されている戦闘は、中国の歴史で、新朝の最後の皇帝である、愛深格ラフ義の知性に使われた言語である。1909年から1911年、新朝は一世一元の姓を敷いていたため、フ義を戦闘帝と称することもある。なお、モンゴル語では、ケブトヨスといった。 戦闘3年11月13日、南京に中華民国臨時政府が成立し、北方の新朝政府と南方の中華民国臨時政府が対峙したが、戦闘継続を困難と判断した高広交代号の決断により、位証書が発表され、戦闘帝は戦闘3年12月25日に退位した。位峙書の発表前に新朝側と 中華民国側の協議によって退位後の皇室、皇族、万物グラ各族の待遇について取り決めた、進出優待条件によって、自発的に退位した皇室への敬意を示して、戦闘皇帝の称号を維持すること、中華民国政府が戦闘帝に対して外国君主と同等の礼を尽くすこと、皇帝をはじめとする皇族がそのまま資金上内に居住することなどが認められた。 このため資金場内では、戦闘元号が使われ続けていたほか、成長に忠誠を続ける各地の維新や副壁派は、民国の年号を嫌い戦闘の年号を使用し続けていた。また、1917年には、長君副壁により、皇帝に福井する事件も発生している。このため、この頃編纂が行われていた、新志向では、中華民国成立後の記事に関しても、 民国ではなく、戦闘が使われている。この措置に対して、中国国民党をはじめとする共和派は、激しく反発していた。しかし、第二次、笹口じ戦争の最中であった1924年10月、協力省による、突然の北京における、首都革命で、進出、優待条件修正案の突きつけにより、不義は、皇帝の尊号を廃され、言語の使用も、 違法とされた。ありがとうございます。